阪神坂本誠志郎国内 FA 10校変わらず、阪神坂本誠志郎捕手30も今季初取得した国内 FA 権について行使するか否かも含めて10校の姿勢は変わらない様子だ。甲子園で取材に応じ、何も決まっていないし言えることがないと話すにとどめた。藤川球児新監督については、僕は自主トレも一緒にやらせてもらっていろんな話をしながら今までに生きていると思う。ここまで野球をやってこられた、今後も野球人生に生きることは必ずたくさんあると語った。坂本からすれば出場機会を求めるなら出た方がいいと思う一方で、今までの活躍等を踏まえると生涯単位で見れば阪神に残るメリットの方が大きいと考えているのかなと思う。特に監督が藤川球児になったことで出場機会は今までよりも恵まれそうだし、出向はするでしょうね。この制度、長い間頑張らないと手に入らない権利をもらうというものなので、誰でも使うべきか否かはよっぽどそこの球団でないと嫌だという選手以外は考えて当然だと思います。新監督を迎えて梅野の処遇がどうなるかが最大のポイントであろう。おそらく坂本もそこに注目しているはず。視線星と若手星指導役を兼務する坂本の度量に期待したい。正直な坂本の気持ちに感じるな。これまでに頑張った結果の権利だから熟考は当然ですな。坂本も梅野も大変しな。残留なら後輩指導とバックアップ要員。梅野は能見さんやランリから培った経験値を、坂本にはお得意の準備とやらを後輩に指導してほしいわ。坂本選手が残留ならドラフト高校生捕手、移籍なら社会人か大学生捕手をドラフト指名かなと思う。今季のようなのが坂選手や坂枝選手のように買い殺しや二軍付けは良くない。坂本は残った方が良いとは思う。他球団のキャッチャーで2割そこそこならダミですよ。弱点を抑えるほどリードも今年は冴えなかったしな。藤川監督なら点取られてもマスコミにぐちぐちリード批判とかしないだろうから阪神に残留するのでは。来年は坂本中川併用でええわ。坂本に梅野に原口に大山か誰かしら出ていくんだろうけど、坂本抜けるんは一番痛い。坂本、大山はおそらく出ていくでしょう。残っても出場機会減ると思う。若手育成に方針転換しそうだから。もうすぐドラフトがあるから早く決めてほしい。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。